ここが君の部屋。なんていうか、というより君、一体どういう子なの？鴨志田先生に逆らったり、真面目で正義感は強いみたいだけど、その割にこんなとこに電話して、私のこと指名して。なるほど、そっか、君前歴の件であれだしね。じゃあ分かった、こうしよう。少しならサボりを見逃してあげる。学校に居場所がないのは辛いでしょ。でも成績が下がったら考え直すから。その代わり、私のこのお仕事のこと誰にも言わないように。これ取引だからね。じゃあ取引成立ね。学校に通いながらあれだけの犯罪を成し得ただなんてね。君だけで立ち回れたとは思えない。学校関係者に協力者がいたとしか。どうなの？我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我節制のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、教え子相手になんてことしてんだろう私。じゃあ時間だから帰るね。そうだ、火事で困ってたら呼んでよ。指名忘れたらダメだからね。そりゃまあお互い秘密知ってるし気が楽だし。それにそのこういう店では私豊島だもん。なかなか指名もらえないんだよね。一応お礼するしさ、もっとサボれるように工夫するとか。まあ考えてみてよ。ご主人様、
おはよう。さて、始めましょうか。答えてください。ダメですね。お疲れ様。調子はどうだ？帰るとするか。おう、帰ったか。ナナ。All alone, and facing twilight, on and on.
し。はあ、さて、はいはい、静かに。ふむふむ。どうする？お願いします。なあなあ、すごいじゃない。はい、お疲れ様。うんうん、
るとするか。おう、帰ったか。うんうん。なあ、マジか？帰るか。おう、帰ったか。さてと。
なあなあ、なんてことだ。なあ。これだ。正解よ。